本日は VM レボーグの純正ボンネットやスクープに取り付けられるフィンを設計して 3D プリンターで作ってみたいと思います。こちらがレボーグを 3D スキャナーしたデータですけども、ここの奥のところに今回フィンを作りたかったんですけども、取れた精度が悪くてすごくぼやっとした形状で、ここの沿いがうまく設計できませんでしたので、今回新たに購入したもう少し精度のいい 3D スキャナーを使ってみたんですけども、今度この奥まった影のところが暗すぎてまた取れないっていうことが起こりました。で、なんとかここの精度のいい形状をスキャンする方法はないかと考えてたんですけども、で、行き着いたのがいろいろやった結果、粘土で型を取って、で、それをスキャンしました。がこのモデルですね。ちょっと今ひっくり返してますけども、ここのところがダクトに沿う面になってます。こういう感じですね。で、この面を使って今回うまく綺麗にフィッティングするような、ダクトを設計してみました。で、早速出来上がったものになるんですけども、こちらですね。こういうフィンを設計してみました。以前リアのディフューザーで作ったような形状をイメージして作りました。シャーク型っていうんですかね。こっちから風が通って、ここは絞ってサメのヒレのようなイメージで作ってます。で、ここの絞ったところをスムーズに風が流れるイメージで作ってみました。ちょっとレボーグの形状を非表示にすると、こういう形ですね。で、ここは純正のところに小さなフラップがありましたので、そこをかわすような形状にしています。それと同時にガイドにも、取り付けする際のガイドにもなってますんで、付ける位置も困らない、そこを狙って付けられるように設計しました。もう一度レボーグを表示するとこんな感じ でちょうどちょっとぼやっとしてますけども、ここに少しお山があると思うんですけども、ここが純正のフラップがあるところで、4つありまして、でそこにはまるように設計しましたん で4つこれを作ってみようと思ってます。こういう出来上がりのイメージですね。で、4つ並べてここの流速を上げて、たくさんこの中のインタークーラーに風を供給できたらという狙いで設計してみました。見た目もレーシーでかっこよくなればさらにいいかなと思いまして、こういう形に設計しました。ではこちらを4つ 3D プリンターで出力してみたいと思います。完成しました。ちょっとこれは失敗したものですけども、ここがガビガビになってて、またちょっと幅が広すぎてちょっとずんぐりむっくりした先端になってしまったので、ここをもう少しすぼめて調整して作ったものがこちらですね。ここをほっそり刺して空気の流れがきれいに通るような形状にしました。で、中は空洞にしたんですけども、ちょうど失敗したものがあるんで、こんな感じで板厚を2ミリにして中を完全に空洞にします。で、重さが1個あたり 32g です。これをフラップがもともと純正についている4つ分作りました。ではこれをレボーグに取り付けてみたいと思います。